ああ弟よ、君を泣く、君死にたもうことなかれ、末に生まれし君なれば、親の情けは勝りしも、親は刃を握らせて、人を殺せと教えしや、人を殺して死ねよとて、二十四までを育てしや。はいどうも皆さんこんにちは。今回は日露戦争についてお話ししていきます。日露戦争というのは明治時代末期に日本とロシアとの間で起きた戦争です。当時を生きた人々の多くは日本が勝つなんて思っておらず、この戦争での日本の勝利は世界史に大きな影響を与えていきます。それではこの動画で日本がどのようにして勝利したのかを確認していきましょう。御前会議で日露戦争が決定されたことにより、日本はロシアと国交を断絶、すぐに軍隊を動かし始めます。この時の日本陸軍はロシア軍とぶつかるのは満州になるだろうと考えていました。ではここで地図を見てみましょう。満州というのはここなので、ロシアが陸続きで満州に行けるのとは違い、日本は海を通らなければいけません。なのでもしも海をロシアに取られてしまえば、日本は兵や物資の輸送ができなくなり、即敗北につながってしまうという状態でした。ということで陸軍の作戦は満州の決戦をメインミッションとし、そのためのサブミッションとして戦略的に重要な漢城、現在のソウルの確保を目指す。海軍の作戦は輸送を安全に行うために制海権の確保を目指すという作戦になりました。こうして日本の陸軍は朝鮮半島に上陸、そのまま漢城を占領し朝鮮半島南部を確保しました。一方時を同じくして海軍も動き始めます。海軍が向かったのは遼東半島、ここには旅順という港があり、ロシアの主力艦が集まっていたのです。ただ集まっていただけではありません。この旅順にロシア軍は砲台などを整備して防御力を高めていました。要塞となって準備は万端、そのような体制が出来上がっていたのです。海軍のメインミッションは制海権を握ること、そのためには旅順にいるロシアの艦隊を撃破しなければいけません。ということで日本の海軍は密かに旅順に接近し、港の外に止まっていたロシア軍を攻撃しました。これによってロシア海軍は戦艦2隻と巡洋艦1隻が大破、これらの船は港に逃げ込んで、これ以降ロシア艦隊は港の中に閉じこもって出てこなくなってしまいました。こうして日本は制海権の確保と韓国南部の占領という初期の目標を達成しました。宣戦布告前の攻撃だったので、ロシアとしては日本の行為は不意打ちだと主張しましたが、当時の国際法では宣戦布告前の攻撃は違法とされていなかったので大きな問題にはならなかったのです。海軍の好調を見て陸軍はさらに歩みを進めます。こうして日本は戦うことなく大韓帝国を確保することに成功しました。ということで日本の作戦は新しい段階へと進んでいきます。まず最初に陸軍、その次に海軍の作戦を見ていきましょう。陸軍の作戦はサブミッションである漢城を確保することに成功したので、メインミッションである満州の決戦を目指していくことになります。この戦争に勝利するために日本に必要なことはズバリ素早さです。なぜならロシアの軍事力は日本に比べて圧倒的に強かったので、日本が勝つためにはロシアが軍勢を送ってくる前に満州でロシア軍を破り、できるだけ早く決着をつけて講和に持ち込むことが必要だったからです。ということで陸軍は韓国から鴨緑江を渡り、満州へ向かう第1軍、遼東半島から満州へ向かう第2軍を編成し、できるだけ早く決戦に持ち込むという作戦を立てました。次に海軍の作戦です。こちらも基本的には同じで、素早く行動する必要がありました。なぜならロシアは旅順だけでなくバルト海にも艦隊を持っていたからです。これが有名なバルチック艦隊です。もしもロシア艦隊が旅順港に残っている状態でバルチック艦隊が到着してしまったら、日本の連合艦隊は前後から挟み撃ちされてしまう。だから日本軍はバルチック艦隊の到着前に旅順のロシア軍を行動不能にし、その上でバルチック艦隊と戦う必要があったのでした。こうして海軍が考えた作戦が旅順港閉塞作戦です。旅順港閉塞作戦というのは読んで字のごとく、旅順港を閉めて塞いでしまおうという作戦です。旅順の地形を見てみると出入り口が狭くなっているのがわかると思います。ここに古い船を自沈、つまり自ら沈めて塞いでしまえばロシア艦隊は出てこれなくなります。
この作戦を海軍は実施、闇夜に紛れて船を進め、わざと船を爆破しました。しかし港からの航路が残ったため、1度目の閉塞は失敗、2度目の閉塞が行われますが、これも失敗してしまいました。こうなると陸軍も焦ります。第1軍の上陸地点は韓国だったので、すでに行動を開始していましたが、第2軍の上陸地点は遼東半島だったので、旅順港閉塞を待っていました。その閉塞が2度も失敗したため、上陸場所と日時を決めることができなかったのです。しびれを切らした陸軍は、旅順の閉塞が成功しなくても第2軍を上陸させると決定。結局3回目の閉塞作戦も失敗しており、旅順を塞ぐことはできませんでした。こうして閉塞を待つことなく遼東半島に上陸した第2軍は、満州での決戦に向け行動を始めます。しかしこのまま北に進んだら、旅順要塞に立てこもっているロシア軍に後ろから攻撃されてしまいます。そこで第2軍は遼東半島のくびれの部分にある城と要塞を落としてから北上することにしました。この激しい戦いで日本軍は多くの死傷者を出しながらも勝利、北にいるロシア軍主力と旅順を分断することに成功し、第2軍は満州へ向けて進軍していきました。しかし旅順では海軍が作戦の失敗に困っているところです。もしもこの状態でバルチック艦隊が到着してしまったら、日本の連合艦隊はひとたまりもありません。ということで日本は第3軍を編成、司令官に乃木希典を任命し、旅順を陸から攻めるように指示したのです。さて地図を見ると分かるように、日本と満州は距離が離れすぎていて、日本国内の大本営では戦況の変化に迅速な対応を取れなくなる恐れがありました。そこで陸軍の児玉源太郎は、満州に司令部を置くべきだと主張。こうして総司令官に大山巌、総参謀長に児玉源太郎が任命され、満州軍総司令部が設置されました。ここで作戦が立てられるようになっていくのです。少しロシア軍の話もしておきましょう。この頃のロシア軍はシベリア鉄道を使って満州の遼陽に集まってきているところでした。遼陽は交通の要衝で、ロシアは早くからここに貿易陣地を構築しており、ここでの戦いは圧倒的に守備側のロシアが有利です。そこで日本軍はこれに対抗すべく、第1軍と第2軍の間を埋めるため第4軍を編成、遼陽を包囲する体制を取りました。ではここにいない第3軍はどうしていたのかというと、旅順にいました。本来であれば旅順の戦いを終わらせて遼陽で合流しておきたかったのですが、ロシア軍の手によって恐るべき要塞へと変貌していた旅順は、なかなか陥落させることができなかったのです。とはいえ乃木希典は戦地の実情に合わせて柔軟に作戦を変更しながら要塞攻略を進めていき、与えられた戦力と条件でなんとか旅順に立てこもっているロシア軍にプレッシャーを与えていきます。そのような陸からの旅順攻撃が始まったことで、旅順に立てこもっていたロシア艦隊は危険を感じ、ついに行動を開始します。このままではやばい、旅順から出た方が良さそうだ、ウラジオストクに逃げよう、そう考えたのです。ウラジオストクというのはロシアの港がある町で、ここまで逃げた上でバルチック艦隊と合流しようとしたのでした。こうしてロシア艦隊は旅順を出発、日本の連合艦隊はやっと出てきたロシア艦隊を見て大いに喜び、全力で追いかけます。ここで倒せばバルチック艦隊との合流を防げる、そう考えたのです。日本海軍はロシア側の動きがつかめず、一度は取り逃がしてしまいましたが、夕方には黄海沖でロシア艦隊に追いつくことに成功、旗艦セザレビッチに損壊を与えました。この攻撃でロシア太平洋艦隊の長艦が戦死、統制を失ったロシア海軍は地方に散って、日本海軍が手分けしてそれらを追います。結局日本は戦いに勝利したものの、ロシアの戦艦5隻、巡洋艦1隻、駆逐艦4隻は旅順港に逃げ帰っており、挟み撃ちに怯える状況は依然として変わりませんでした。さて目線を陸上に移しましょう。この頃遼陽に集まっていた陸軍には、乃木希典の第3軍が旅順を攻略して北上してくるのを待つという選択肢もありましたが、旅順の戦いが長引くとロシア軍がますます増えていき、日本軍に不利になることも考えられます。ということで日本軍は今の兵力で総攻撃を行うことを決定。こうして日露両軍が激突します。日本の作戦は、第1軍が遼陽の東南から襲いかかってロシア軍の退路を断ち、第2軍と第4軍が南側からその攻撃を助けるという作戦でした。ロシア軍は地の利を生かして向かってきた第2軍と第4軍を迎え撃ち、日本に大きな被害を与えていたものの、
東南からやってくる第一軍に気を取られてしまいます。このままでは退路を断たれてしまう。そう考えたロシア軍は東側に戦力を回したため西側の防御が薄くなり、日本軍はロシア軍の防衛線を突破。これを受けてロシア軍は奉天に退却。双方ともに2万を超える死傷者を出しながらも日本は両洋を占領することに成功しました。その間にも第3軍は旅順攻略で苦戦していました。第1回総攻撃は日本が突撃を重ねた結果、セメントで固めたロシア軍陣地からの機関銃一斉射撃で日本兵の死骸は山となり失敗。第2回総攻撃でも多数の死傷者を出して失敗。旅順にはたくさんの死体が転がって地獄のような様相になっていきます。そんな時にバルチック艦隊がバルト海を出航したという情報が届きます。ロシアのバルチック艦隊に対抗するためには日本の連合艦隊も船の修理をする必要があります。つまり修理をしている間は旅順の海上封鎖をやめなければいけません。そうなるとロシア艦隊が旅順から出てきて制海権を握り、日本は陸軍に補給することができなくなってしまいます。これはまずい。そう考えた大本営の山形有朋たちは御前会議を開きました。この御前会議で旅順の要塞は後回しだ、先に旅順港の中にいるロシア艦隊を壊滅させようと決定したのです。しかし今陸軍がいる地点からは港の中を見ることができず、正確な攻撃を行えません。ということで作戦に上がってきたのが旅順港を見下ろせる203高地の攻略案でした。当初現地軍はこの大本営の決断に従わず、あくまでも要塞の陥落にこだわっていたものの、最終的には野木マレスキが203高地に目標変更を決断。激しい砲撃を加えてロシア陣地を破壊し突撃を繰り返しました。203高地には敵味方ともに多数の死骸が折り重なり、山の形が変形してしまうほどの激戦だったと言われています。しかし多大な犠牲を出してもなお攻略できない状況に、児玉源太郎がしびれを切らして旅順に到着。野木マレスキに代わって指揮を取り、ようやく203高地を攻略しました。こうして山頂から港のロシア艦隊を観測し砲撃、旅順港内に残っていたロシア太平洋艦隊は次々と破壊され壊滅。こうして旅順は占領され、連合艦隊はバルチック艦隊に備えるために修理へと向かっていきました。しかし日本軍には息をつく暇もありません。大山巌総司令官は全軍に北上を命じ、ロシア軍が集結している奉天付近での作戦を指示。この戦いを日露戦争の関ヶ原と位置づけました。奉天開戦です。ロシア軍32万、日本軍25万の軍隊が激突したこの戦いでは、兵力ではロシア軍の方が優勢だったものの、機関銃では日本軍が上回っており、兵力の差は互角でした。日本軍は東側から攻撃を仕掛け、ロシアの主力を引きつけているうちに西側から回り込み奇襲をかけ、ロシア軍が左右に広がったところを中央から攻め込もうとします。つまりロシア軍を大きく包囲して殲滅する作戦です。戦いは作戦通りに進みましたが、中央のロシア軍は強く、なかなか戦局は進展しません。そんな時に日本軍騎兵部隊が後方撹乱作戦を実施。これを受けてロシア軍は退路を断たれるのではないかと不安を感じ、包囲壊滅の可能性を避けるため退却路の確保に兵力を割いて総退却を行います。本来であれば日本軍は追撃してロシア軍を殲滅したいところですが、兵も弾も足りず追いかけることができません。奉天を占領したものの、もはや新たな作戦を立てる余力すらなく、日本にとって軍事的にはこれが限界でした。もはや陸上での戦いは継続不可能かといって、ロシア皇帝のニコライ2世はなおも戦争継続を望んでいたため、今ロシアに講和を申し込んでも相手にしてもらえません。日本にとって非常に危険な状況でした。そこにやってきたのがバルチック艦隊です。対馬海峡に現れたバルチック艦隊を指揮していたのはロシア海軍で1、2を争う司令官のロジェストベンスキー、迎え撃つのは連合艦隊司令長官東郷平八郎です。日露両艦隊が遭遇し海上決戦となります。日本海海戦です。日本海軍はバルチック艦隊の到着までに猛烈な訓練を行っており準備万端。海の状態は天気晴朗なれども波高し、日本に有利な状態でした。まず最初に日本海軍は先頭を行く三笠を中心にバルチック艦隊の進路を遮るように進みました。
しかし距離8000メートルあたりで突然大きく方向転換。連合艦隊の戦艦を見てバルチック艦隊の機関スボロフは、旋回中は速度が落ちて無防備だ、今がチャンスと考えて攻撃を開始しました。しかし長い航海によって疲れていたロシア海軍の練度は低く、なかなか攻撃が当たりません。そんな中日本海軍は攻撃を受けていることにも構わず旋回を完了。この旋回によって日本海軍はバルチック艦隊の一歩先を並んで進むような状態になります。距離約600メートルになって連合艦隊はようやく攻撃を開始、バルチック艦隊の戦闘に一斉砲火を浴びせて主力に壊滅的な打撃を加えました。日本海軍はバルチック艦隊の機関を破壊した後も集中砲火を浴びせており、戦艦6隻、巡洋艦4隻など計15隻を撃沈。ウラジオストクに到達したのは巡洋艦1隻と駆逐艦2隻のみで、ほとんど全滅にまで追い込みました。こうして日本の東郷平八郎の指揮する連合艦隊が海戦史上かつてない圧倒的勝利を収めたことにより講和を結ぶことが可能になったのです。日本政府は正式にアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトに和平の仲介を依頼、ロシアもアメリカの仲介に応じました。こうして日本からは小村寿太郎、ロシアからはウィッテがアメリカのポーツマスで開かれた日露講和会議に出席します。こうして結ばれたのがポーツマス条約です。この講和会議ではロシア側が賠償金の支払いと領土の割譲に強い態度で反対したためなかなかうまくいきませんでしたが、ルーズベルトの斡旋やフランス、ドイツなどの働きかけもあり講和条約が結ばれます。この講和条約で日本が得た権利は韓国における支配権、旅順大連の租借権、長春より南側の鉄道と付属する炭鉱の利権、ロシア軍の満州撤退、南カラフトの割譲、沿海州とカムチャッカの漁業権です。ポイントはこの中に賠償金の支払いが入っていないということです。この戦争で日本の国民は国内で発行した国債を強制的に割り当てられたり、各種の増税に耐えたりしていました。親兄弟を戦場に徴収され、重い負担を強いられ、消費節約を強制されながら国民は戦争に協力していたので、賠償金の支払いが認められなかったことに多くの人が怒りました。こうして講和条約に満足しなかった日本国民は講和条約破棄、戦争継続を叫び始めます。国民には日本がギリギリ勝ったということは知らされていなかったのです。講和条約調印の当日には屈辱的講和反対、戦争継続を叫ぶ多数の群衆が日比谷公園に集結、東京の政府高官邸、交番、警察署などを襲う事件が起きました。日比谷焼き打ち事件です。政府は戒厳令を発布した後軍隊を出動してようやくこの暴動を鎮圧。日露戦後に日本が向かっていく大衆の時代、その方向性を示すような事件でした。さていかがだったでしょうか。このようにして日本は日清戦争、日露戦争と勝利を重ね、朝鮮半島の利権を獲得していきました。ということで次の動画では韓国併合についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。